皆さんこんこにちは島佐賀の中島徹です今日のテーマはこちら佐賀県産玉ねぎえ皆さんは玉ねぎはいつ頃から栽培されているかご存知でしょうか、えー、実は歴史は古く、えー、中央アジアにてですね、えー、古代エジプト時代からこの玉ねぎ栽培は始まっております、まあ、それだけ 歴史のある野菜だとということが言えま,すまた日本では明治時代にアメリカから北海道へと伝えられその後全国へと広がっておりますさて佐賀県の玉ねぎはですね春から秋に出荷される中では全国1位の生産量でございますまた1年間を通じた生産量でも北海道に次ぎ 第2位の、まあ、全国有数の玉ねぎの生産地となっております、えー、北海道産の玉ねぎと、えー、佐賀県産の玉ねぎを比べてみると、えーまあ、大きさがやはり一回り大きいようでございますまたあ味についてもその特徴は えー、煮物など火を通すと溶けやすく、まあ、とろけるような食感というのがこのお佐賀県産の玉ねぎの最大の特徴と言われておりますさて、えー、佐賀県のお玉ねぎの栽培の始まりというのは、えー、昭和37年頃ろで、まあ、その後、えー、お米の収穫後に栽培されます、えー、作物として、えー、急増し、えー、昭和40年代後半には 早く収穫するための技術の普及そして機械の導入が進んで、えー、作付け面積が格段に、えー、広がっていきました現在では白石町をはじめ唐津市そして、えー、鹿嶋市などですね、えー、県内各地で、えー、2700ヘクタールを超える面積で、えー、栽培されております中ででも白石町では 県内生産の約7割を占める、えー、玉ねぎ多くでございますそれでは、えー、白石町の pr 映像をご覧いただきたいと思います この白石町は非常に豊富な10年度質の土壌のために栄養価が高くそして甘みも程よい玉ねぎができると非常に評判でございますさらにサーケン産の玉ねぎは長期出荷ができることも特徴として挙げられております3月中旬から10月までの長期にわたって出荷が可能ですちょうど今の時期4月頃にはですね 塩漁師町をはじめ、えー、玉ねぎ、えー、栽培されているところではこういった光景が見ることができます、えー、今頃出荷されるものはあ甘みが強く、えー、このようにスライスをしてサラダにして、えー、生で、えー、食べることができます、えー、有名な品種としては佐賀春一番玉ねぎとして多くの方に知られております このように佐賀県の温暖な気候と、まあ、肥沃な大地が育む玉ねぎ、まあ、それは、えー、全国屈指の生産量と高い市場価値を誇る佐賀県の宝と言えると思います今日の「佐賀一番 TV」では佐賀県産の玉ねぎについて特集させていただきました次回お楽しみに